っこいい。はい、手前行ってしまう。車がねじれてないから前 の, あの着地した時に前の荷重が後ろに乗ってないのも分かりますよね。ああですね。頑張ってケツを振りすぎて、ああもうちょっと落ち着いていいと思います。まだ全然ガードレールまではまだ距離があるので。落ち着けない。もう急いであの角度にちゃんと前も飛ばして、そうそうそう、いいじゃないですか。もうちょっとグリップあったんじゃないですか。グリップ、はい、おー難しい。はい、
ね、ここす、はい、焦らずに多分やると全然、あ、そうそうそう、惜しい、全然のイメージがなんかですねフロントも飛ばして、フロントも飛ばしてですね、だったらあのお尻がくるんって回ってくるんですけどその後のブレーキをちゃんと使えてないからですね、はい、飛んだ後にフロントブレーキで後ろの舵を抜いてやらないと後ろのグリップは高いままなので、そうですよね、そうですよね、だから多分落ち着けばできると思うんですけど、あそこのガードレールのところで止めて、そこから、そう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 、いいじゃないですか。そこのところのこの右左の遠心力を使っ、はい、なんか使ってあげて、このブレーキングで要はタイヤのグリップを変化させてあげて旋回させたりとかっていうのがうまくできないと結局アンダーだったりとか、はい。